はい、こんにちは。続きをね、ちょこっとやっていきましょう。サクッとね。第1回。ここに何やらいるので、とりあえずピンを打ってみて、様子を確認。うん、いるのは2人、いや、おいるな。そうだな。じゃあ1人は誘い出して何かここまっすぐ行っているかな。とりあえずここでかく乱しておくか。何も反応しない。あ、空調を止めるだけなのか。こいつの鈍化は使えない。さすがにバレると思う。監視してるやつがギリギリやれるかな。よし、ダウンして、あえてどこかに隠しちゃおう。よいしょ。さて、え、あれ、もう一人いた。ちょっと待って。安心ぽ。僕はこっちを見てない。あいつが気になると、ん、グラップルして打って、よし、マークポイント1個手に。おねんねしていてもらおうか。おっと、あれ、無理、無理、無理。やばい、あれな。ここに何かあるな。行動を鈍化してもな、僕排除できる。いいんだろう。他にあった。2人、3人ここで爆乱して、このやつは多分全部捕まえるんだね。やべ、見つかったぜ。セーブもしてない。かっこいい鎧着てんじゃないか。おい、お前ら根性を見せろ。当たってんのか。自撮り中に手を出すんじゃねえ。さあ、これで、いや、もう一人いるな。どこに、あ、いた。
よし、これでいいだろう。バイダース、もうメット欲しいな。テナフル、何かある。お、出ておいて、よいしょ。なんか見た目が違うからよくわかんないな。サブマシンガンこれだよね。あれ、アサルトに変わってる。ハンドガンだった。持ってたハンドガンがまた。これ前も言ったな。どれだかわかんない。これかな。これにせよ。え、多分これだったよ。ごちゃごちゃしてて上がれないし入れない。この先になんかあるっぽい。上に上がればいいのかな。メッセージ募集。一応岡田エディープラスケ。エディはエディ、金は安全な場所に置いといた。添付の座標とアクセス用コードを用意して公平に分け合うのよ。ごめんごとはごめんだ。欲しい日本の女王様のためなら喜んで。ところでいい考えがある。うちのパトカーに乗せてあんたのブツを歌舞伎に流すんだ。あそこなら誰も調べない。賢いだろう。もちろん宇宙の支払い額は増えることになる。毒を出しすぎないで。道子尾形、目立たないようにすれば大丈夫だから。見たこと、それはどうかな。親切な、はい、どうか私に手を貸してください。私はロビサ・カウケネンというものです。マシンズ、警備として職を失いましたが、インプラントが死んで、なんとかかんたら寄付をしてください。ほら、ボットだな。レベルが上がった。ワーク、あとでいじる。ああ。プレートも上がった。ここから入った。あ、ここに。機体を隠せる。スイッチ隠して経験値を稼いでも。それほどでもないかもしれないけど、一応104って出てるけど4のよ、わからないけど、
クイーンも。これは？特にもない。このタブレットとかハッキングで。あ、なんかある。HP ブースター。よし、これでビクターに借りを返せるぞ。ちょっとこの辺ジャンプって上がれないの。上がってこっち側から出ないの。いけないな。なんか奥ありそうな雰囲気だったんだけど。よいしょ。特にない。あ、この狭さなら特に。あ、ここないかな。これなんかなんとかしてると、こうジャンプしたら出たけど、ランボールとかが殴って、あ、違った、また。あ、また投げて。え、こっちに。ほら。危ね。武器。ボタン間違いがち。あ、ダンボールは殴って壊せんだ。大したもの。なんとかベスト。よし。あ、お、なんか回してなかった。なんか今見えたような。お、特にないかな。はい。なんか話し声が聞こえない。あ、そうだ。あの上にキングポイントがあるの。これ接続して。おお。EC2955。EC2955。ここから行けば、あ、でも 1C が行けないから。チャンス4つあるかな。この辺から行って、で、1C、2955。これでいいんじゃない？おぉ、やっと分かってきたな。救出して、なんか、手に入れたんだ。ピラッと緑色になんか映る。でも実際はない。なんかこの辺なの。はい。よし、いや。じゃあ、ビクリ。お金を返しに行こう。ロイもそんなにないし。うっざ。うわ、だって言われた。ごめんなさい。に現れる人がいるから。高額明細使ってんの。ね。あっち側だから渡っちゃおう。なんだこれ。坊主。ダイバーパンチ。坊主。パヤさんかな。こういうところにこうちょっと入ってね。よいしょ。あ、結構落ちた。何の武器だって。大丈夫。
わかった。あれ？これやばい？了解。もたもたするな。上がれ。ごめん。お下げんな。落ち取らねえ。身の影をして。いろいろ嗅ぎつけちゃうんですよ。ませんね。これあれだね、その、おっと、闇の駆動ちゃん的な、ロールプレイでやっとくと、やってくと、サイバー駆動。でもあの人あんまり、まあ、なんだっけ、あの番組、探偵物語。ちゃんと見たことないからわかんない。探偵物語って、あ、サイバーサイコが暴れてるって連絡が入った。マックスタックにも通報したけど、ミリテクが介入したせいで出動はなし。サイコの正体はミリテク社員なんでしょうね。おそらくモンは注意。とにかく一刻も早くそいつを治療しないと。くれぐれも慎重にね。殺さないようにして。サイバーサイコは危険だからな。ちょっと読んどきと、今分かっている情報はサイバーサイコの襲撃の通報がマックスタックに入った。その現場にミリテクが介入したってこと。ミリテクが通報された人間がいたいんですよね。なるほどね。おっと、え、何やる。ああもう始まってんの。なんかモウは注意がもう見つけたんだ。じゃあ追ってみよう。モウは注意。何してるんだ。やべ。やべな。見に行ったか。ストックラーだ。ちょっとモウは注意はやばいかもな。ボールにとドットガン、ドガンこれをつけて穴で、いやピストルでいいん。あると意外と使いづらいけどな。アタッチメントもこれをつけて、で、ショーがつけてば結構いけんじゃねえか。背骨を引っこ抜いてやる。うわぁ、やべえなこの動き。うわ、ちょっと待って。刀にしよう。うわ、どうだ。あ、しまっちゃったか。ほら、どこ行った。もうわ、中やべえな、この電気攻撃が。うわぁ、ビリビリしてる。もうちょい、ほら、ふぅ。危なかった。あぁ、急にやばいやつとやっちゃったね。飲む。あ、大丈夫か。だけ攻撃したんだけど来てんだもん。
ジムもらっとこう。オードレット。携帯、痙攣している。インプラントを切れない。攻撃的な気分だ。防制御不能になる。な、頼むやだ。マックスタックを呼ばないでくれ。鎮静剤を飲めば良くなる。ミリテック社内で対処する。ドクター・マーティン・サイプラ。なるほどね。ミリテックで何か危ないインプラントを社員に残してた。結構危険な戦闘だった。テープだ。こんな重装備なのに、みんなやられたんだ。なんかビリビリいっぱい使ってたから、それにやられちゃったの。秘密保持契約。すごいな、よ。ええ。こういうイベントが起きた場所って、そのうち何でもなくなって、普通の人がいるような場所になる。どうなの。やばかったぜ。取れない。いやー、ちょっとバラも空いたし、おかけチャップ、で、イナゴとか普通の肉とかねえしな。このピザも食うのか。タジン、タジンってこれ鍋の形のこと言ってん。もはや料理名になった。あ、ちょっと酒でも飲みたいな。それにして、あ、ちょっと外に出たらレタスアップしようかね。餌は溶けたぜ。危なかった。あ、レジーナに情報送んないと。あ、オンワーチ。ミリテクの女から得たデータを送る。彼女はミリテクの特殊部隊員だったようだ。体の異変に気づいて助けを求めていたんだな。だが手を差し伸べられることはなく、代わりにミリテクの暗殺部隊が押し込まれた。上出来を車を送る。彼女の情報はあまり出せなかった。ミリテクがどんな連中かは知っているでしょう。あまり嗅ぎ回ると命を狙われる羽目になる。少なくともモーガーは現段階の戦闘インプラントをつけていたみたい。もしかしたらコードにグリッチがあって、サイバーサイコシスを引き起こしたのかも。調べてみるか。ありがとうね。電話で来るかな。来なかった。なんだ。結構電話溜まったな。じゃあスケールアップをして、肉体を上げて、でワークポイントは
アフトから見る。7になる。なんないんだ。エンジニアはあんまりないんだよな。戦闘系。じゃあ、7にある。はアンド。アサルト。はい。カバーからライフだ。あ、ここはそん、知能で、普段脆弱性デーモン解除。3分間ネットワークに、追体制、終わらせる。データマイニングデーモン。お、なるほど。お金がもらえるわけか。プロトコル。リーチプロトコル今のところあんま使わないかな。クイックハック。クラフト設計図を解除。ダメージ。なかだな。とりあえず、一つは欲しい。これかな？あ？一応ナイフは、選択してあってもいいかもしれない。アイコンかっこいい。今のところこの、なんて読むんだろう。導流。空中からテイクダウンして攻撃っていうのをアクションしてないから、がない。後半以外からのダメージ。ゴールドブラッドが、高速度。ゴールドブラッドイン。耐性。パーセント。で、二つ目取れるのか。取れた。ゴールドブラッド。はい。あ？忘れちゃうんだけどね、これ。肉体6ぐらいまでいったらもうちょっと他のも上げる。よくも。レベルは今持ち物はこれにも使えよう。何回あったかな。強いからもう多分解はい。これも分。多分、アサルトライフ、この2つはいらないな。返して。持つだけも。クラフトで。このショットガン作れるんだ。これスナイパーライフルか。撃っちゃおうかな。撃ってちょっと装備しとこう。このスナイパーライフル。これだ。
何時の2つになっちゃう。119と120。熱チャージ。スロットとかあるんだ。もうこっちは化学ダメージ、エッグ、69、こっちを壊しちゃおうか。で、ショットガンの代わりのスナイパーを装備して、ホープはない。ホープは変えたら買おうかな。で、あ、まあ、バンダナか。特にこれ。エアだけど。でも大して金にはならない。バンダナ。ああ。ロープパーツ。マジロ。バンダナって言ってるけど、あ、バンダナだ。悪くないか。じゃあ、このヘルメットを分解しちゃおう。で、マス、あ、サングラス。いらない。ホーンだし。で、浮気、ああ、アーマーベスト。ダメは？だな。これを着とこう。お、金属。ここだな。工事現場の人に見える。あ、ちょっとアーマーの素材としてはいいから、16とか。なんかないの。え、なんだろう。最近これ手に入れた。あれだな。さすが。改造スロット空き。あ、ここにつけられるんだ。保持量容量プラス7。あ、こういうことなんだ。なんてついてるけど。3、あ、なんなのか。持てる量が3。わかんないな。これ外せないもんな。このパーツは、まあ、今のところ一回つけたら外せないんだ。ここはパーツ。こんなもんかな。サイバーウェア。サイバーウェアなんか欲しいね。買えるんだったね。じゃあ、武器を。貯めるってなんかボタンあるのかな。設定でボタン、武器をしまうないかな。バムジャンプ、あ、武器をしまう
三角に動詞だ。よしと。さあ行こうか。なんか身長低くない？この人壁に埋まってるけど大丈夫？よう。おう。これ同じ人みたい。そう。あ、違うのに。ヘッドされてる。お金を返す。こっちでいいかな。ああ。特にお金を返しに行こう。もちろん。世話になったかな。健康診断。お、なんかこの 60m 先にもあるけど、でも陸のところに行ったらな。ここは何なんだ。ここは何か水槽の中に人が入ってくる。ええ、ラーメン屋さんではないか。ファストフードなんだな。ラーメンもあれば、なんだっけ、コーンドッグ。ないの。道がね、渋滞してんだよね。これはアップデートした方がいいと思うんだよね。車がいすぎて、車移動はね、ほとんどできない。バイクはまだ移動できる。マークなんだろう。おっと。お、レジーナ・ジョーンズ。ジョー太郎消防って名に聞き覚えはある？消防？正真正銘のサイコパスよ。ジョイトイを痛めつけてはその様子を撮影し、同類のクズどもに売りさばいてる。やばい。モックスがそいつの居場所を突き止めたの。しかるべき罰を与えて、ついでにお金稼ぎもできるチャンスよ。詳細は添付を確認して。タイガークローズのメンバーで裏 BD 制作に入れ込んでいるラディスティック野郎。裏も表もあるんだね。きっと叫び声がないと出ない性癖なんでしょうね。そうなんだ。あ、まだ上があった。陽太郎勝負アレン通りラブ鳳凰鳳凰。みんなになる、みんなのためになることをしてついでに稼ぎたいとは思わない？陽太郎消防を始末して他に類を見ない、見ない、怒り野郎。タイガークローズのメンバーで裏 BD 制作に入れ込んでいるサディスティック野郎と叫び声がないといけない性癖なんでしょうね。少なくとも17人の殺害に関与しているって話だけど、ストリートの死者や行方不明のジョイトについては警察もまともに捜査してくれない。なるほどね。だけどモックスの連中は違った。モックスのネットランナーが情報をつなぎ合わせて、陽太郎、陽太郎って、この陽太郎か？陽太郎のスタジオを突き止めた。歌舞伎にある小さなクラブ、方法がそうよ。だけど、この一帯にはモックスも手を出せない。そこで、あんたの出番ってわけ。陽太郎を見つけて、幕引きを手伝って。こいつはぜひともやりたいところだけども。ここが方法だな。場所に近づくと、ミッションがロードされんだ。やりたいとこなんだけど、今ちょっと別件があって、出ないんだ。方法に通っちゃいそうな、この。あ、これ、あれだ。追跡しちゃってんだ。借りた金をね、返しに行かなきゃいけない。手元見てないで、前見てある。あ、掛け物だな、もう。
カピカだよ。見た目の改造とかできるショップとかないのかな。ここは下に行けばいいのかな。今1階？じゃあ1階に行っちゃうのか。こうなんだ。いや、こっちじゃないな。こっちか。うわぁ、やべえとこ行くの。あれ？ここ道ないな。ナビはしてくれてるけど。道ないから、ここから行くしかない。このパイプの中とか行けそうもないし、ちょっとマップ見てみ、ちょっと遠いな。車を呼ぼうか。バイクを呼んで、よし来た。いくらバイクで行くかね。でかいな。おーおーおー。で、引いてく？なんだよ。攻撃されてる！いやいや、攻撃してねえよ。ああ、ここを通るしかない。オーバーヒート？何が？これあれだ。バックされてんだ。初めて受けた。あれ、俺何がしたって。特に何もしてねえんだけど追っかけてくるんだよね。事件が起こってるけど、ちょっと逃げなきゃいけないから。ねえ。このバイクは生かすな。この止まり方ね、リアルではできないからね。やってもいいんだけど、バイク壊す覚悟でやんないと。いいと。よっぽどディスクのブレーキが性能が良くて、で、タイヤもいいんだったら止まるけど、フロントのブレーキをかけて、ちょっとコントロールがな。フロントのブレーキを思いっきりかけた状態で、まあアクセルを効いてる感じだったら、ふーっと、こう、上のボタンを押してた。ちょっと待って。マジで？お、乗り上げちゃった。大丈夫かな？また来てくれるといいね。ここが、行くの、今の通りなのかな？これ車呼んだらどうなる？あ、やっぱり引っかかったまんまになる。そうだね。まあしばらくすればなんとかなる。さあ、いくば出せたな。お金を返しに来たよ。借りてる分を返せるだけのエディがやっと集まった。念のために取っておけよ。お前さんの方が必要だろ。墓まで持ってくつもりはないよ、ビクター。ほら、金も受け取らずにいろいろやってくれて本当ありがとう。いいんだ、友達だろ。よし、金は返したぜ。もうこっちはすっからかんだ。クロームを変えようと思ってる。何か新しいのあるか。なんかあるかな。見てみな。
よーし。1万9000ある。よし。じゃあ、何か、感じのがあれば。記憶が足りない。企画。お、これがいい。サイバーウェアスロット。ああ、いろいろつけられるんだ。ね。これはいい。企画ね。循環器。入器。スタミナ。ああ。やばくなったらなんか、どうする。免疫。はい。神経。エイム。回避。エイム。あまりドンバチしたくない。はい。まあまあね。ね。まあまああってもいいか。まあ、機関士ないのかな。あ、まだ足り。何が足り。お金が足りないのか。3万5千。なるほど。3万5000貯まったら、これ買ってもいいんだな。ガンシステムはね、やっぱりアップグレードしたら、よく、こっか。出る量。ね。変えたんだよね。相談発生率が上がる。方角サイト、スマート武器があんまりないんだよ。標準モジュール。うん。標準手に入ったら、使ってみようか。これまで使わないから。そうだとしたら、パワー武器の長弾が上がる。まだいいか。これは交換できるからね。それと、スマートリンク。スマート武器。スマート武器。スマート武器はあるんだけど、スマート、標準がないもんね。で、手は使えない。このモノワイヤーって、良さそうだから使ってみ。1万5000。1000以上は貯めなきゃいけないな。足はまだ強化できない。じゃあ、あるのなんだったっけ？神経だ。回避中の、こっちはいけんね。これ5000だ。サイバーウェア改造スロット。ああ、なんか改造スロットでいけるんだな、きっと。これ買ってみよう。5000。それから、出てる感じ。回避のアーマーだっけ？あ、電気ショック向こうはかっこいいかもな。アーマー。買っておこうか。あら、角の着物。
これいいか。よし、こんだけ行けたらとりあえずいいかな。でもまた15000ベースラム6あるからバッファーサイズ6ロット4これ目標にしてこう15000いつもあるのかどうか知らんけど、よし、マンガとね、ドクいやビッグ、そしたらサイバーウェア、だっけ、改造パーツ。サイバーウェア改造パーツって。これは売ってないの？クロームを変えようと思って。見てみな。サイバーウェア改造パーツ。進行チップ、パークリセット、弾道解析、ショットボーナス 50% かな。これだとこうするな。弱点検出装置、ジェネレーター、うん、そこそこの金額で上がるから、よし、じゃあ金額としては2万ぐらいを目標にして、受けてこう、よしと。じゃあね、あ、そうだ、こっちやのか。挨拶して帰ろう。ミスティ。こっちでいいんだっけな。なんかこっち側からこう行くんだっけ。元気。ミスティ、調子はどうだ？困ってないか？なんとかやってる。もちろん彼なしの人生を歩むのは楽じゃないけどね。そっちは？ジョニーとうまくやってる？あんなのが頭にいると毎日大変だよ。そりゃそんな状況に陥る人は滅多にいないからね。でもあなたたち二人ならなんとなくうまくやっていける気がする。え、そうか、ね、じゃあな。何？品定めでもしてるの？だって目標としては次は通りを進めようかな。この辺のラマンチャのがこの辺も行けるから、ああこの辺は後にして、スターハント、ああこれね、目標にとか、ラマンチャの女って何だった、これは、ああ、これね。これ先にやろう。で、その後に、これは、大阪のおばちゃんからもらったやつだ。名前すぐ忘れちゃう。この辺を先に、うん。
ってからにし。じゃあマップを見て。違う違う。昔ここで働いてた人物。お、車椅子がある。連中の体は年を取らない。車椅子を選ぶ人もいるんだな。まあそれか改造するのを待ってるとかね。でもまあかっこいい車椅子に乗れるんだったらそれはそれでこういうの選んでもいいね。ゲームでこの特別なキャラクターじゃなくて車椅子に乗っている人を見たのは初めてかも。別にね、わざわざ出す必要はないけど、でも普通にいる方が自然だけど、ただこのゲームの中ではむしろあんまりないかもね。ああでも改造するのにお金があるんだね。がなければ払えない。さて、じゃあ見上がって部屋に戻ろうかな。毎回やっぱりね、部屋に戻ってお仕事を終えるっていう感じにしたくなるね。バイオテクニカ。すごいし。ベッドリーム、いざトリームも。オールフーズ。まあ、オールフーズ だろうな。オールベジってことですね。まあ、多分、その、オールベジって言っても、まあ、菜食主義を気取ってる人の例の試合のことなんだ。肉のような気がする。チタニウムスカルで強化しとかないと記憶が全部飛んじまうんじゃない。試合は町の、あ、話は聞いた。まっちりだ。お前の力買い物。投げナイフないかな。これはただのナイフなのかな、投げナイフなのかな。装備するナイフっぽい。投げナイフないのかな。ここでは売ってないかもね。立ち上がる。じゃあな。だな。銃の方に売ってるかな。はい。新しい銃があんたのお気に召す。書いてないは書いてないんだけど。でもナイフを入れる。その割にはでも値段は高いな。1個買ってナイフ装備して、いいんだがね。これを装備して投げられればいいんだ。投げるっていうのはない。
うん。じゃあ違うみたいだ。投げナイフは投げない。どっか行ってんのか。多分そこ、いや、わかんない。隣接武器扱いなのか、何なのか、分かんないか。まあ、そのうち見つかるでしょう。まあ、ヒルすることをね、ためらわず、まあ、やんなきゃいけないシチュエーションも多いから。相手から 見えなくなる。クロークみたいな気があればね、持ってる。よし、ツイッター。特に保管するものとかなかったかな。まあ、まだ持ってるものがあったんだけど。特に置いとく。あ、スナイパーライフル一つ持ってんだ。ゼロって書いてる。なんだろうな。エッグリボルバー。ここにしまってあるからゼロなの。全部持っとこう。まあ、まだ装備できないんだな。まあいい。とりあえず持ち物はまだ余裕あるし。うん。バイブーツがよく。これにしよう。こう、かっけえな。バンダナも外しとこうかな。いい感じだ。特に今回は何か見つけるとかなかった。はい。アナオンアロールか。ブリトー？どこにブリトーあったっけ？なんだっけ。そうだ、侍のと S アイシス今調べてもまあ忘れんだけどねはい、じゃあちょっとテレビでもチェックしてみようかな。なんかニュースとかやってればね、情報が更新されたりするかも。ニコーラ、ニコーラ、アブト、ニコーラ。オールフーズ。でもきっと野菜も人工野菜なんだろうからな。まあ人工ビタミンが入ってる食べ物とかなのかな。特にニュースやらないな。お、始まった。こんにちは、N54 ニュースのジリアン・ジョーダンです。ジリアン・ジョーダン、違うな。3年連続でナイトシティ市民の選ぶ働きたい企業ナンバーワンにミリテク社が選ばれました。受賞の決め手となったのは、同社が従業員に提供する。さっきミリテクひどいことやったけどな。エコ共和国。教会離れが進んだ結果、チェコ最後のカトリック教会が来月から
ラビットマットアンディレストランに業界がレストランになっちゃう。ちょっと字が読めない。 CPD の権限が大幅に拡大されることになりました。警察は今日から起訴状の有無にかかわらず容疑者を最長1年にわたって拘留できるように。次のチャンネル。おわかっ、ええ、船だ。この船の音あのスターウォーズっぽい。これもいいなのか。こういう風にパンチ力をアップする腕をつけてボクシング対決行った方がいいんだな。あれなんか一応ギリギリ勝ったけど今度負けてたもんな。これはでもビーム番組だ。わあ、なになに。WNS ニュース。ニュースの手とかはどこも女。こんにちは、アリフイクバルです。 WNS ニュースの時間です。まずは国際ニュースです。アラスカが苦境に立たされています。インコーポレイテッドプレスによると、同地の農業地帯を襲った度重なる水害により、トウモロコシ収穫量が昨年からなんと 80% 減少。ああちょっと待って、アラスカでトウモロコシを育ててたのか。温暖化がすげえんだな。てかそれ以外では育てられないんじゃない。面白えな。オフにして、はい、今回はここまでですね。はい、一応セーブしておきましょう。テレビ見てんとセーブできないんだっけ。なんか幻覚がチラチラする。そうだ、薬飲まないといけないんだっけ。あるかな。飲んどくか、それとも飲まないで幻覚を楽しむ。ちょっと寝た方がいいかもね。何時なんだ。9時か。幻覚が出るかも。どういう寝方してんの。よし、今回はこんなところですね。はい、またちょっと休んでやるかもしれない。よしっと。いや面白いですね。何時間ぐらいやってるの分かんないけど、また
やっていきます。そんじゃあまた。